フェイトフルーは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬主な勝ち倉は2011年の京成杯、セントライト記念。ステーゴールド3区で、馬名の由来は、重大な戦い。10月10日の東京競馬場、第 5R に最新馬戦に、田中勝春を安城に迎え、7番人気で出走。本馬場入場後に、バナシューマしてしまったが、 馬体の異常を認められずそのまま出走。レースでは一番人気の里のペガサスに2馬身ン1、2差をつける圧勝で初勝利を挙げた。パナシューマの際に他の馬をからかいに行くなど行動がまるでヤンチャ坊主のようであり、さらに実戦ではそれを微塵も感じさせぬ圧勝劇にゴールの瞬間東京競馬場の観客からは新馬戦とは思えない大歓声と拍手が巻き起こった。 一旦かかって、花に立つも、抑えて3番手に道中つけるという新馬戦とは、思えないような理想的な競馬であった。2戦目は11月20日の東京スポーツ杯2歳ステークスに、出走し、騎手との折り合いつかぬまま道中優勝馬に前を、遮られ、気を悪くして後方まで下げるも、最後の直線で一気にまくり7番人気の指示ながら一着1番人気の、 サダムパテック20秒6差の3着。3戦目は12月26日のホープフルステークスに出走し、3番人気に押されるも、安城との折り合いつかないまま後方まで下がることになったが、前走に続き最後の直線だけでようやく、ハミを取り、ベルシャザール、中山ナイトに続く3着となる。1月16日の中山競馬場、第 11RK 聖杯では、 新馬戦から同様に、田中勝春とコンビを組み、2番人気の支持を得る。子供っぽさが抜けないアンチャバに、伊藤急所サイドは、リングハミに変えるなど、試行錯誤した。レースでは先行して、直線で先頭に立つと空を使ったが、福平デボニアの差しを、花さかわして、重傷初制覇。また、伊藤慎一長教師に、初の重傷勝利をプレゼントした。 震災の影響で舞台が東京競馬場に変更となった4月24日の札ツ賞では中段から追走したが直線で全く伸びず12着に敗れた。5月29日の東京優春では13着と惨敗。秋に入り柴田義富に乗り代わりとなった9月18日のセントライト記念では中段待機から直線で鋭く足を伸ばし当選だ。 サダムパテックの追撃を振り切り重傷2勝目を飾った。10月23日の菊花賞では、中段から追走したが直線で伸びず7着に敗れた。3月24日の日経賞では、中段から追走したが直線で伸びず8着。4月29日の天皇賞、春は中段追走も、直線で全く伸びず13着に敗れた。その後両前死検証炎を発症。 休養に入った。検証園から復帰したが、今度は調教中に、左前足屈腱園を発症し、6月23日付で競争場登録を抹消された。引退後は、茨城県牛久市の瀬口レーシングステーブルで乗馬となる。虚勢される予定であったが、間髪入れず、一口場所のうちの一人であった現オーナーが引き取り、乗馬として登録。 登録名は変わらずフェイトフルーのままである。その後土浦市のホースパークギャラクシーに、ついで2018年にオーナーの故郷である群馬県和寺公園に移り乗馬県マスコットはフェイトッチの愛称で元気に暮らす。チステーゴールド、ボフメジロマックイーンという配合は同世代の三冠馬オルフェーブルと同じ。ありがとうございます。